探したぞ。ケンシロウか。ここへ何をしに来た。ユリアを返せ。ユリアだと？忘れたのかケンシロウ。あの日のことを。お前の婚約者は。 俺のものになったんだよ。忘れたとは言わせんぞ。お前が俺に無様に切り刻まれ、血と涙を流しながら地面に這いつくばったあの日だ。お前は剣で俺に勝つこともできず、愛する女を守ることもできなかった。全ては 甘ったれたお前の考えが招いた結果だ。
その胸に傷を負った程度で死なずに済んだ理由を忘れたのか。お前を殺そうとする俺をユリアが止めたからだろう。俺に一生ついていきますと泣き叫びながらな。女に守られ生き延びた惨めな男よ。今なら見逃してやる。あの日地獄へ落ちたも同然の奴への最後の情けだ。言いたいことはそれだけか。何？俺は貴様に会うために地獄の底から這い戻った。もう一度俺に負けるために来たのか、バカな男だ。少しはやるようになったようだな。だが俺の本気の剣はお前には見切れん。今度こそ殺してやる。ユリアはどこにいる？俺はユリアの笑顔が見たくて全力で駆け抜けた。軍団を集め、町を作り、何も不自由がない生活をユリアに与えた。だが、俺は最後まで
ユリアの心をつかむことができなかった。ユリアの中にはいつでもお前がいたからだ。だがユリアはもうこの世にいない。何？俺が欲しかったのは力でもマッチでもないユリアだ。俺とお前の戦いは永久に決着がつかないんだ。1990X 年、世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが人類は死滅していなかった。しかしよ、本当にこんなとこにガソリンあんのかよ。ここらは昔工場だったらしい。もしかしたら隠し持ってるやつがいるんじゃねえかと思って来たんだが。この村すんげえ廃れっぷりだぞ。死にかけのジジイとガキばっかりじゃねえか。くそ、どっかにガソリン落ちてねえのか。この町の人間一人ずつ締め上げて吐かせるか。何か知ってる人間もいるだろう。ああ、いいじゃねえか。ちょうどイライラしてたんだよ。おい、ああ、なんだてめえは。一つ聞きたいことがある。ユリアという名の女を知っているか。はあ、何言ってんだこいつ。はあ、なこと俺らが知るかよ。ならば用はない。てめえ、ただで帰れると思ってんのかよ。俺に関わるな、死ぬぞ。おい、ぶっ殺しちまおうぜ。あれ、死ね。お前はもう死んでいる。何ってんだ。なんだこれは。やめろ。助けて。水を一杯もらえないだろうか。
はい、どうぞ。私の名前はルカ。この人は私のおじいちゃん。お兄さんの名前は何て言うの？ケンシロウだ。ケンシロウさん、よろしくね。ルカ、水をありがとう。生き返った。ありがとうは私もだよ。あなたがあいつらを倒してくれなかったら、私たちが殺されていたかもしれないもの。そのお水は私とおじいちゃんからの感謝の気持ちだよ。この町はもともと自動車産業で栄えた場所での、地下にガソリンや軽油といった燃料の倉庫があったおかげで核戦争の難から逃れたのだがな、缶詰や水といった食料が不足しておっての、村にいた動ける男衆たちは皆食料を求めて町の外に出て行ったのだ。町に残っているのは外に出て行けないわしのような年寄りや幼子ばかり。それを知ってか、燃料を狙いにやってくる野党が後を絶たんのじゃ。さっきあんたが倒した奴らもその類じゃろうが、そんな者どもの目を欺くため、日頃地下で息を潜め暮らしておる。そうだったのか。それで廃墟のように物資を携えてこの村に帰ってきた人間は数えるほどしかおらん。ルカの両親も一年前に村を出たきり、この町の燃料が尽きた時、わしらの命も終わるというわけじゃ。ケンシロウさんはどうしてこの町に来たの？俺は人を探している。俺の婚約者で何よりも大切な存在だった。一度は死んだと思っていた。だが彼女が何者かに命を助けられて生きているという話を耳にした。生きていたの？ああ、その話がどこまで本当なのかわからない。もしかすると別人の話なのかもしれない。だが彼女が本当に死んだという証拠を得るまで俺は諦めない。ユリアを探し出す。それが今の俺の生きる意味だ。ユリア、おじいちゃん、もしかして。あんたの探しとる人はユリアという名前なのか？そうだ。こんなこともあるんじゃな。人の縁というものは全く不思議なものじゃ。少し前のことじゃ、旅の一団が休める場所を貸してほしいと申し出てきた。主人が大きな傷を負っているようでな、重傷のようだった。従者たちがそれは慎重に扱っておったのを覚えておるよ。彼らはすぐこの町を出立したんじゃが、従者たちは主人のことをユリア様と呼んでおった。それは本当か？ああ、間違いない。私も覚えてるよ。顔はちょっとしか見えなかったけど、すごく綺麗な人だった。ユリア、彼らがどこに向かったか知っているか？奇跡の町に向かうと言っておった。奇跡の町？水も食べ物も燃料もいっぱいある。奇跡みたいな町があるんだって。その町は聖女って呼ばれてる人が治めてて、町に来た人の願いを何でも叶えてくれるらしいよ。そんな町があるのか？
この町から遠く北の位置にあると言われておるが、本当にあるかどうかは分からん。苦しい現実から目を背けるために作り上げられた偽りの町かもしれん。いやが彼らは主人の命を助けるため、一縷の望みをかけて奇跡の町へ向かったようじゃ。世話になったな。奇跡の町に向かうの？ああ、ユリアを必ず探し出す。あんた北斗神拳の使い手じゃな。肉体の経絡飛行に衝撃を与え、内部の破壊を極意とする一撃必殺の暗殺拳、北斗神拳。あんたが野党を倒したあの技、間違いなかろう。まさか生きている間にこの目で見ることができるとはな。北斗現れるところに乱ありと聞く。あんたの無事を願っているよ。次郎さん。ルカ、もしお前が奇跡の町に行ったら何を望むんだ？そうね、リンゴ、一度でいいからお腹いっぱい食べてみたいな。そうか。
すまない。聞きたいことがあるんだが。なんだい？そこが奇跡の町なのか。ああ。あんたも噂を聞いてここを目指してきたのか。そうだ。ここが奇跡の町と言われてるエデンさ。エデン。だが諦めな。エデンに行くことはできないからよ。どういうことだ。入れないんだよ、エデンに。あのバカでかい壁の中にエデンがあるんだが、中に入れてくれないんだ。門の前に集まっている連中は奇跡の町を求めて集まってきた人間さ。諦めきれずに扉の前で騒いでるんだよ。どうやったら中に入れるんだ。それが分かれば俺がやってるよ。衛兵には何を言っても無駄だったからな。金も物も泣き言も聞かねえ。門以外から入れるところはないかと探ってみたが、壁はあの高さだし、周囲の警備も厳しくて忍び込むことも無理だ。奇跡の町は物資が豊富にあると聞いて、俺は死ぬ気でここまでやってきた。やっと着いたと思ったら、奇跡の町どころか入れない町だったってわけさ。何が奇跡の町だよ、クソ。俺はもうここに見切りをつけた。あんたも諦めた方がいいぜ。俺はこの町でやらなければならないことがある。自分の目と耳で確かめるといい。そうすれば諦めもつくさ。
か早く食べ物を。もうダメ、動けない。もう少しの辛抱よ。もう少しの辛抱よ。もう少しの辛抱だ。ここがエデンの入り口か。そうだ。中には入れないと聞いたが。ああ、町に入るにはエデンの指導者が発行した許可証が必要だ。それを持っていない人間は通すことはできない。許可証、そんなものは持っていない。ならばお前がエデンに入れる可能性は限りなく低いということだ。俺は人を探しているだけだ。食料が欲しいわけでもない。それでもダメか。理由がどうあれ、許可証がなければエデンに入れることはできないんだ。おっと、変なことは考えるなよ。エデンの周辺は厳重な警備が敷かれている。これまで多くの侵入者が捕らえられ、エデンに収監されてきた。犯罪者になりたくなきゃ騒ぎを起こすんじゃないぞ。囚人としてエデンに入っても嬉しくないだろう。腹減った。ここエデンなの？おい。何？
ておくれ。早く食べ物を。本当に疲れた。ここがエーデン。疲れてきたわ。もう少しの辛抱よ。もうダメ、動けない。もう少しの辛抱だ。苦しい。もう少しの辛抱よ。水を。早く食べ物を。水をここがください。エーデンか。
Cool. Cool. Cool.
お。いや、早く食べ物を。エデンなの、もう少しの辛抱よ。やっと着いた。のどか。ああ。メゾクラ。水をください。
お。もう少しの辛抱よ。早く食べ物。少しの辛抱よ。
お。 Hi.
少しの辛抱。ここがエデンか。
お。俺たちは心の優しい人間だからな。おとなしく荷物を渡せば悪いようにはしねえよ。ありがとうございます。よし、じゃあ行っていいぞ。あの世にな。あの、悪いようにはしねえって言っただろう。俺にとってな。お父さん。え、こいつ水と食料持ってたぜ。いた
ただきだ。おお、そうか、お前がまだ残ってたな。俺は優しい男だからな。父親と同じ場所に行かせてやるよ。誰だお前は。俺も優しくしてやろう、お前にな。何言ってんだお前。お前はこいつの親父と比較にならねえぐらい真っ二つにしてや。何もじゃ。お前らに名乗る七度ない。ふざけやがって。えい、野郎でもいいやつ。もう大丈夫だ、安心しろ。剣士ってのはどいつもこいつも危ない技使いやがる。俺はな、この世で一番剣士が大嫌いなんだよ。殺してくらいにな。ジャングル隊長。おいお前ら、ちゃんと巡回はしてるのか。エデンの近くででかい騒ぎがあったんだぞ。すみません、押しかける人の対応で手一杯で。何のための衛兵隊だ。しっかり任務に当たれ。はっ、申し訳ありません。おい、こいつを牢にぶち込んどけ。この男が何か。こいつは剣士なんだよ。剣士。しかも見たこともねえようなえぐい剣法を使いやがる。人を爆発させる剣法を使うやつなんざろくな人間のはずがねえ。こんな危険なやつをエデンの近くに野放しにしとくわけにはいかねえからな。しかし先ほど聞いた話だと、その男が野党から少年を助けたと。騙されるんじゃねえよ。助けたに違いねえんだ。俺はエデンの衛兵隊の隊長、ジャグレだ。エデンの秩序を守るため、お前を牢屋にぶち込む。
一つ聞きたいことがある。牢はエデンの中にあるのか。何言ってんだてめえは。当たり前だろうが。そうか、分かった。おい、こいつに情報をかけろ。お前はエデンの牢獄で囚人として過ごすんだ、一生な。安心しろ、長く苦しまないで済むよ。ちゃんと短い一生になるよう配慮してやる。よし、連れてけ。お前をどうするかは明日相談して決める。変な気起こすんじゃねえぞ。こんな時代だ、こんな時代だからこそ二人で力を合わせて生きていこう、ユリア。行こう、安住の地を求めて。力こそが正義。いい時代になったものだ。強者は心を置きなく好きなものを自分のものにできる。真。ユリアは俺がもらうぞ。貴様。真。なんと、極徒剣。ごときで俺に勝つことはできん。お前と俺には致命的な違いがある。それは欲望、執念だ。欲望こそが強さにつながる。お前にはそれがない。ユリア、俺を愛していると言ってみろ。誰が。剣を殺せば私も死にます。ほう、それほど言いたくないのか。待って。愛します。何、聞こえんな。愛します。一生どこへでもついていきます。ユリア、本当にこの町にいるのだろうか。俺はもうお前を失いたくはない。二度と。
い待てよ。なんだ。あんたここから出るつもりか。ああそうだ。あんた運がいいな。今ちょうど衛兵の交代時間だ。そうか。その廊下の向こうに出入り口がある。そこから入ってくるから不意打ちして倒しちまえ。それでよ、鍵を奪ったら俺によこせ。いいこと教えてやった礼だ。考えておく。おっしゃ。とりあえず角に隠れてろ。俺が引きつけてやる。いらぬ世話だ。俺一人だけでどうにかする。まあそういうこと言うなよ。囚人同士持ちつ持たれつじゃねえか。おい衛兵の旦那。ちゅ、相変わらずお前は騒がしいな。何の用だ。俺、そろそろ釈放してくれないかな。ああ食い逃げの常習犯が何言ってやがる。釈放したらまた食い逃げする気だろう。つい出来心でして。今の時代食い物の罪は万死に値するぞ。ああんた何をしたんだ。俺を見た瞬間の記憶を消した。正気に戻った後も俺の顔は忘れている。まじないか何かなのか。暗殺剣の技だ。俺の剣は殺すべき相手を選ぶ。暗殺剣殺す。おい。はい。お前もここを出るか。お前が衛兵に見つかっても一人で何とかするんならだが。いえ遠慮しておきます。心を入れ替えて真面目にしてれば出れるんで。そうか。
そこで何をしている？何をしてるって、それはこっちのセリフだと思うけどまあいいわ。見て、今日は星がとても綺麗でしょ。星？こんなに綺麗に星が見えるなんて珍しいのよ。確かに今日はよく見えるな。散歩の途中でここを通りかかったら物音がして、何かと思って見ていたらあなたが出てきたってわけ。それじゃあ今度は私から質問するわ。あなたが出てきたところ、地下牢の出口の一つよね。どうしてそんなところから出てきたの？衛兵の人でもないみたいだし、もしかして脱獄？ああ、そんなに怖い顔しないでちょうだい。興味があるから聞いてるだけなの。私はただのエデンの住人よ。あなたをどうこうしようなんて思ってないから安心して。私の名前はキサナ。あなたは？ケンシロウだ。ケンシロウさん、よろしくね。ケンシロウさんは脱獄してきたのよね。エデンの牢屋は厳重に管理されてるって聞いたけど、よく抜け出せたわね。俺がエデンに入ったのには理由がある。そのために抜け出した。何かやりたいことがあるの？人を探しているんだ。ユリアという女をな。ユリアさん？そう。知っているか？いいえ。エデンにはものすごい数の人がいるの。名前だけじゃわからないわ。そうなのか。それにエデンで人を探すのは難しいと思うわ。特に脱獄した人にとってはね。なぜだ？エデンの中は塀の外の10倍は警備が厳しいの。これまで脱獄して逃げ切れた囚人は一人もいない。それに捕まれば即死刑。そうなったらケンシロウさんの目的も果たすことができないでしょ。じゃあどうすればいいんだ？牢に戻ったところで話が通じる相手じゃない。一つだけ方法があるわ。エデンでは月に一度囚人討議という催しが開かれているの。囚人討議？ええ、町の中央にある討議場で開催されている討議会よ。その名の通り、牢獄に収監された囚人たちが戦って優劣を競い合うの。そして優勝した者は町の指導者に会うことができる。そして一つだけ自分の望みを言うことが許されている。自分の望み？ケンシロウさん、ユリアさんに会いたいのだったら自らの手で自由を勝ち取りなさい。きっとあなたならできるわ。なぜお前は俺にそんなことを教える？エデンの住人にとって囚人討議は月に一度の楽しみなの。私、賭け事は好きではないけど、あなたが出るなら賭けるわ。それにね、あなたは悪い人には見えないから。そういうことか。それじゃあ私はそろそろ戻るわね。囚人討議に出たら頑張ってね。それじゃあおやすみなさい。
てめえ、脱獄しようとしたんだったな。牢をぶち破るってことは爆弾か何か隠し持ってんだろ。何も持っていないようです。なわけねえだろ。こんな家庭牢が簡単に開くわけねえ。ちゃんと調べろ。その牢なら手で開けた。今やってみせるか。それならそれで危険だな。騒ぎになる前にここでぶっ殺しとくか。ジャグラ隊長、落ち着いてください。許可のない処罰は禁じられています。くせ。おいお前ら、こいつを地下2階、いや、地下10階の地獄牢に移せ。え？でもあそこにはすでにあいつが。あいつと同じくらい危険ってことだよ。しかし、この男の罪状は場外の殺人です。その程度の罪であれば、せいぜい地下2階が限度ではないかと。手の力だけでこの牢を破ったって言ってんだ。地下2階はここと同じ牢。また脱獄するかもしれない。それじゃあ、地下3階でどうでしょう。ここよりずっと牢も固く、監視も常についています。地下3階ならば、上の許しも得られるかと。わかった。おい、てめえ、一体何考えてやがる？なぜ捕まった？なぜ逃げた？なぜ戻ってきた？お前はエデンで何する気だ？俺はエデンで人を探したい。それだけだ。はぁ？人探しだ？頼みがある。頼みだと？ねえ、どの面下げて言ってんだよ。俺、囚人討議というものがあると聞いた。俺をそれに出場させてくれ。なんだと？お前なぜそのことを知っている？昨日ここを出た時に町の女に聞いた。この町で自由になりたいのなら、その討議に出て優勝しろと。はっ、優勝か。その女も大層なご趣味をお持ちのようだな。ん？そうだな。わかった。出場を許可してやろう。ジャグレ隊長、いいんですか？囚人討議への参加は本人の意思に委ねられている。俺がどうこう言う筋じゃねえからな。それに手間が省けてちょうどいいじゃねえか。しかしお前ついてるぜ。なんてったって今日が開催日だからな。おい、後でこいつに囚人討議の説明をしてやれ。はい。そうだ、一つ大事な話を忘れていた。囚人討議で腕を折られようが足を失おうが一切治療はされねえ。負けて牢に戻されて傷が原因で死ぬってのもよくある話だ。どうだ、それでも出場する気に変わりはねえか？はあ。よし、じゃあ決まりだな。お前の出場手続きはこっちでやっておく。楽しみにしてるぜ。
無駄なあがきはやめろ。北斗、骸骨剣。
残骸剣。